はい、どうも、タシです。今日はですね、皆さんに、最強のトリック、ジャンプスタイルの最強トリック、ホイールをですね、説明しようと思います。まあ、過去の僕の生放送動画で何個か、その、ホイールのね、あの説明は出してるんですけども、まあ、今回ね、ちゃんと新たに動画として、このホイールの説明をね、しようかなと思います。まずこのホイールって技はですね、あのジャンプスタイル、極めるんであれば、必須の技になります。必須の技。で、割と簡単です。割と簡単にできます。で、かつ、場所を取りません。どこでも練習できます。はい。もう家の中でもドタバタしない練習方法なんで、多分大丈夫だと思います。で、かつこれができるとすごくかっこよくなる。見栄えがかっこよくなって、なおかつですね、トリックの幅が広がります。はい。かなりもう一つで五つ美味しいぐらいの、はい、技なんで、皆さんぜひともよかったら覚えてください。じゃ早速やりたいと思います。今回ですね、ちょっとあの、ステージの舞台の上なんです。靴は履いてないんですけども、はい、左足は靴下履いております。右足は靴下履いておりません。ちょっと汚いですけどもすいません。でまずはですね、右足からいきたいと思います。はい、ホイールはですね、まず足を出すと、まあ、簡単に説明しますとこういう動き、はい、ね、海外の動画とかでも、はい、なんかこういう技見たことあると思うんですけども、これ実際に見ても何のこっちゃ分かんないと思うんですよ。何やってんの本当。はい、今回ですね、そのホイールの説明をしたいと思います。はい、まず右足を前に出します。で、今度はですね、この右足を一度畳みます。はい、出した右足を畳みます。で、その後ですね、体を180度、から180度回転させます。はい、出して、畳んで、回って、蹴る。これだけでございます。多分これだけで合ってると思います。僕も独学なんで何とも言えないんですけども、はい、出す、畳む、回る、蹴る。これがポイントになります。まあ、実際やると、こういう動きですね。左も同じですね。左足を前に出して、畳んで、回って、蹴る。はい。クロス。といった感じになります。まず、なるべくならですね、あの、曲げた足は、極力、あの、曲げれる限界まで曲げましょう。はい。中途半端にちょっと曲げるとかだとね、あの、全然、不格好になりますんで、はい。ちゃんと、綺麗に曲げる。はい。ホイールのコツとしてはですね、ちょっとこれ、出して、曲げて、回って、出すだけなんですけども、これでもまだ少しちょっと分かりづらいなって方がいらっしゃいましたらですね、あの、一度出した足をこう後ろにするときに、一回足で4の字を作ると、はい、このように。足で、これ、数字の4を作るんですね、ここ。数字の4って言いますね。数字の4になってから、また前に出すと、ホイールっぽくなります。例えば、はい、そうですね。これ。数字の4、はい、作りました。作って回って蹴るみたいな感じですね。はい、実際にやるとこういう感じになりますね。今のは数字の4を作って出したホイールになります。本来のホイールは畳んで出すだけなんですけど、あんまり違いがね分からないと思います。そんなに、はい、なんで最初このね、多分大丈夫だと思うんですよね。出して畳んで回って出すだけなんですけども、あの、それができないよって方はですね、この数字の4の方が、まあちょっと簡単かなと思います。はい。だからこの数字の4で慣れてしまうと、多少変な癖がね、ついてしまうんで、まあ、なるべくなら、この技は、しない方がいいです。はい。最初、慣らすためにこの技を使って、肌と慣れてきたら、ちゃんと出して、畳んで、戻す。した動きに戻すといいと思います。はい。それではですね、あの、実際にホイールを一体どこでどのように使うのかをですね、あの、軽く説明したいと思います。まあ、ホイールはですね、本当にいろんなところで使うんですけど、多分皆さんが一番よく使っているホイールはですね、多分フルツイストだと思います。はい。まず右足を前に出して、左足をポン出して、で、着地。この時にパッと来ますね。はい。これがホイールになります。これも。この後ろから、くるんと。ホイールっていうのは、先ほど説明した、一度畳んでから出す動作になりますね。別に、一回前に出してからこれやる必要はないです。別に、後ろにこう出す動作で、これでも、ホイールになります。なんで、このまんまの状態で、これでもホイールですね。になりますね。これでも、はい。ホイールになります。はい。で、実際にどこでどう使うのかなんですけども、例えば5ステップでありましたら、5、このタイミングで回るという感じになりますね。まあ、実際にやりますと、1、2、3、4、5、ドンといった形に
になります、はい、こちらですね、ハードジャンプでも使うことができますね。1、2、3、4、5、6、7、下にやりますと、こういった感じの動きになります。はい、次にホイールの練習方法ですが、最初はですね、この動作、非常にバランスを崩します。はい、このプシッと保った状態で、このね、プシッと保った状態で、これをするっていうのは多分ね、最初難しいと思うんですよ。はい、とか、足っていうか、この体が、180度回りきらなかったりするんですね。それでホイールっていうのは、180度だけじゃなくて、360度ホイールっていうのは、靴履いてないからやりづらいんですけど、ね、靴履いてないからやりづらいんですけど、こういうふうにね、360度回るホイールっていうのは、で、まあ、実際の練習方法なんですけども、まずは、はい、足を前に出して、ポンと、はい、このまま下に落とすことを出して、で回して落とす、はい、これをですね、まあ、左右何回か、はい、やっていけばいいです、まあ、1日10分もいらないかな、1日5分でもパッと腕でも引きながら動かしてみてください。そうすることは自然とこの動きが、はい、慣れてくるんです、はい、ね、普通にね、こんな練習ね、したらドタドタしますけど、これでしたら本当にマンション住んでる方でも、ね、アパート住んでる方でも近隣に迷惑かけることなく、ね、場所もそんな取らないんで、はい、どこでも練習できると思います。はい、確かにね、練習してみるといいと思います。はい、次はホイールの応用編に行きたいと思います。はい、まず皆さんが、皆さんに教えましたホイールっていうのは、こう足を宙に出している動きですね。全部、はい、バッと、まあ、こことかね、で足を宙に出てると思います、はい、これはですね、宙に浮かせずにこう地面に足をつけたまんまのホイールも存在するんですね。それがカメラで分かりづらいと思うんですけど、こういうホイールになります、はい、こう足をするって感じで、はい、ちょっとね、非常に、伝わりづらいと思うんですけど、扇風脚やってるみたいなんですね。一種の技だから、こうやってるのとこういう動きと足をつくタイプと、はい、これね、靴履いてる人だとね、靴がね、こうザッザッって動くんで、結構ね、蹴って回ってるようになるんで、そう、なんかその技のなんか変化が変わる。で、多分見てる方からすればちょっとちょっとなんか動きかっこいいぞって多分ね、見えてるかもわかんないですけど、こんな感じで、はい、この足をつけた状態でやるだけで非常に見栄えが変わってきて、ちょっとかっこよく見えますので、皆さんもこちらよかったら覚えてください。もうこれは非常に簡単です。ただホイールする足を地面につけてやるだけ、つけてやるだけ、はい、それだけです。Let's go.Coming back to real life.
Thank you.